みなさん、こんにちは。Ensemble Français のレミです。緊急事態宣言が解除されて、みなさん、どのように仕事をしていますか？電車に乗って通勤していますか？それともテレワークをしていますか？私はずっとテレワークをしていますので、普通のことになりました。本日は、フランス語で、テレワークをしているという二つの言い方を紹介したいと思います。Je suis en télétravail. Je suis en télétravail. Je suis en télétravail. もう一つは、Je fais du télétravail. Je fais du télétravail. Je fais du télétravail. 皆さん、テレワークのメリットとそのデメリットについて、Ensemble en français で話しましょう。では、待っております。À bientôt!